ブライトン対ヴェルディ、壮絶な打ち合いの神試合に。ヴェルディいい試合してるやん。ヴェルディがブライトンに想像以上に善戦している。普通に攻めてて面白かった。鹿島の試合より楽しめた。ブライトンはわずかな隙を逃さず、確実にゴールにするのがうまい。崩されなかったのに失点した。なんでもないように見えるけど、あの長弾をボレーで枠ギリギリに転がす質ということなんやろな。ブライトンは前線の層が厚すぎる。なんか三笘調子悪くね？三笘の動きだいぶひどいな。まだプレとはいえこのままだとアディングラもまだあるな。三笘調子上げないとアディングラにスタメン取られるだろうな。もう出てる気じゃないんだし。アディングラとヤンクミにレギュラー取られて逆に他クラブからオファーが大量になる三笘。この未来が見える。